東日本大震災東日本大震災に対する支援活動東日本大震災に対する支援活動では東日本大震災に対する行政民間の支援活動について記述する NTT ドコモ移動電源車両詳細は高速道路無料化を参照東日本大震災の被災者及び福島第一原子力発電所事故の避難者支援と復旧 復興支援の一環として、2011年6月20日午前0時に、始まる高速道路料金無料化が行われる。上記の社会実験がネクスコ館内だったのに対して、この無料化は、被災地の地方道路校舎の路線も含まれ、かつ当面 ETC には適用されることなく、入り口、出口ともに、有人料金所にて、職員に対して証明書の提示が必要となる。 被災者と避難者に関しては、当面1年間、復旧、復興支援に関しては、当面2011年8月末までとされている。この無料化は、災害時における無料開放措置に類するものであることから、道路整備特別措置法、第24条に基づき、料金を徴収しない車両として、国土交通大臣の告示により、速やかに実施されるものである。なお、市町村が、 証明書を発行するボランティア車両を含んだ災害派遣登場時車両に関しては6月20日以前と変わらず無料開放が継続されているので注意が必要である各地の医療機関が患者受け入れや医療チームの派遣を行っている仙台特集会病院に対する看護スタッフの支援も連休明けをめどに停止する模様30キロ以内でただ1カ所 入院患者5名まで受け入れている医療機関からの要請により、千葉西特集会病院保有の救急車1台を貸し出した緊急脱出及び在宅している患者の緊急搬送用に車両が足りないため要請があり、本部判断で貸し出したものである。法律関係出版社が過去の震災における法律問題の出版物を無償で公開している。ただし、改定などの動きはあるものの、 現時点の問題には対応していないことに注意が必要である。その後、日弁連や法律事務所が今回の震災に対応する Q&A を独自に発表している。詳細は東日本大震災に対する物資の提供を参照詳細は東日本大震災に対する募金活動を参照詳細は東日本大震災に対する義援金寄付を参照詳細は 東日本大震災に対する個人、その他各種団体の支援活動を参照詳細は、東日本大震災に対する個人、その他各種団体の支援活動を参照詳細は、緊急災害時動物救援本部を参照。詳細は、アニマルレスキューを参照。詳細は、東日本大震災関連の犯罪、問題行為を参照2011年7月末時点で、 災害救助法に基づいて被災3県に対し22都県が44億円の支援経費を請求手続きを行い、他18道府県が約45億円の請求を見込んでいる。費用の大半は国が負担する見通しである一方、請求額の増加はその後も見込まれている。ありがとうございます。